はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、遺言の基本事項、民法960条から966条の内容について解説いたします。ただ、964条の包括遺贈と特定遺贈については、ちょっと今回の動画では解説はしておりません。まあ、それ以外の条文について解説していきます。で、これは、まあ、全ての遺言について言える内容です。ご存知かもしれないんですけども、遺言っていうのは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、まあ、3つあるんですね。その3つ全てにおいて関係する内容になっております。で、まず1つ目が、遺言っていうのは、民法で定める方式に従って書かなければなりませんよ、っていうルールがあります。これどういうことかというと、民法では、自筆証書遺言についてはこうやって書いてくださいね。公正証書遺言についてはこうやって書いてくださいね。秘密証書遺言についてはこうやって書いてくださいねって書き方が決められているんですね。その書き方に従って遺言は書いてくださいというふうな内容です。これ言い換えると、そのルールに従って書かなかった遺言については無効となりますんで注意をしておきましょう。で、二つ目。満15歳になれば、まあ、15歳に達すれば、遺言することができます。つまりこれ未成年者であっても遺言ができるって話なんですよ。18歳未満のものであったとしても、単独で遺言することができるんですね。また未成年者以外の制限行為能力者、例えば、成年非後見人だったり、非補佐人とか非補助人、まあ、こういった人も単独で遺言することができます。つまり、未成年者、成年、非後見人、非補佐人、非補助人、全員について単独で遺言することができるっていう話なんですね。保護者の同意はいりませんよ、という話です。で、続いて、胎児に対して遺贈することができます。遺贈っていうのは遺言によって、この財産を贈与しますよ。って書くこと。これが遺贈ですね。遺言によって贈与するっていうイメージで大丈夫です。で、この遺贈の対象者、つまり遺贈を受ける側ですね。これ、受贈者っていう言い方します。受贈者っていう言い方するんですけども、胎児に対して遺贈することができるわけだから、胎児は受贈者になることができるという話なんですね。胎児っていうのは、まだ生まれていないけれども、お腹の中にいる赤ちゃんのことを言います。そのものに対して遺言によってある財産について贈与しますよっていう風に書いても、これは有効ですよっていう話ですね。で、4番目。相続結核に該当するものは受贈者になることができません。まあ、いわゆる受贈結核ということですね。例えば、非相続人を殺害しようとしたとか、もう実際に殺害してしまったとか、こういった人っていうのは相続結核ですね。相続人になることができません。で、かつ、受贈者になることもできないんですね。例えば、私がある財産を A さんに遺贈しますって遺言で書いたとします。つまり、受贈者は A さんですね。で、A さんがその遺言を知って私を殺そうとした、また殺したというのであれば、この A さんっていうのは、受贈者になることができないわけだから、その財産を受け取ることができませんよっていう話です。まあ、これは当然ですよね。で、5番目。これちょっとややこしいんですけども、条文には、被後見人が後見の計算の終了前に、後見人、その配偶者、これは後見人の配偶者です。また、後見人の直系貴族の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は無効ですよ。っていう風なルールがあるんですね。まあ、ちょっとこれ原則です。ただし例外として、この後見人が、非後見人の直系血族、非後見人の配偶者、非後見人の兄弟姉妹の場合は、これらのものの利益となる遺言も OK ですよ。っていう風に例外では規定してるんです。この原則例外、ちょっとわかりづらいんですね。まず、これは例外から先に解説します。まず、後見人と非後見人がいますよね。ここをまずちょっとイメージしていただきたいんですけども、後見人っていうのは、成年後見人と未成年後見人に分けることができるんですね。で、まあ、成年後見人については、成年非後見人の保護者ですよね。
未成年後見人の場合は、例えば親がいない未成年者の保護者といったイメージです。例えば、未成年者で、親御さんが交通事故で亡くなってしまったといった場合の保護者、これが、未成年後見人ですね。で、成年後見人や未成年後見人、まあ保護者となる人が非後見人の直系血族、つまり、まあ、おじいちゃんだったり、おばあちゃんだったりですね。また、非後見人の配偶者だったり、また、非後見人の兄弟姉妹の場合。こういった場合は、これらの人の利益となる遺言だったとしても、それは OK なんですね。これ、どういうことかというと、非後見人が遺言する場合の話なんです。非後見人が遺言する場合、その保護者の有利になるような遺言してもこれ OK ですよっていう話なんです。この例外の場合っていうのは保護者がいわゆる身内ですよね。非後見人の直系血族なんで、まあおじいちゃんとかおばあちゃんとか、また非後見人の配偶者とか、また非後見人の兄弟姉妹なので、非後見人、いわゆる遺言する人から見ると身内の人なんですよ。なので、まあこういった人については、こういった人の有利になるような遺言だったとしてもこれは OK なんです。ただ原則の方を見ていただきたいんですけども、これっていうのは身内以外の人の場合の話なんですね。赤の他人だった場合なんです。後見人が赤の他人だった人の場合です。いわゆるまあ第三者、まあ一番多いのが弁護士さんとかなんですけども、例えばその弁護士さんとか、弁護士さんの配偶者とか、弁護士さんのまあ直系親族、お子さんだったりとか、そういった人の利益となるべき遺言をした場合、この時は無効です。その遺言は無効です。これは赤の他人だからなんですね。やはりこれ力関係で言うと、非後見人と後見人の関係で言ったら、やっぱり後見人は保護者なので、後見人の言うことに従う場合ってやっぱ多いわけですよ。まあ後見人の人が言ってるのであれば、まあそれに従おうかって言って遺言しちゃうとかね。なので、もうそういったものについては無効にしましょう。という話です。ただ例外として身内の人であれば、まあそれはまあ別にいいでしょと、そこまで制限をかける必要はないでしょうということで例外的な扱いをしております。まあこの5番ですね、この5番の内容がすごくややこしいです。非後見人が後見の計算の終了前に後見人等の利益となるべき遺言をしたときはこれ無効ですよ。まあこれすごくわかりづらいんですけども、これは先ほども言った通り、まあ、赤の他人である後見人等に利益となるような遺言した場合は、それは無効ですよ、っていった話です。まあ、そのように理解をしていただければ、まあ、この条文の内容もそれほど難しくないので、イメージしやすいんじゃないのかなと思います。これは遺言の基本的な内容なんで、すべて頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。